はい、皆さんこんにちは、タイヤ市場の東野です。はい、お久しぶりの登場できますね。今回、11月の3日、4日、5日、6日の4日間で、レースフェアを開催いたします。結構並んでます、今回もですね。まあ、今回ちょっと動画の方はレースの平井さんに撮ってもらってるんですけど、結構新商品も並んでますね。そうですね、2022年の新商品はお持ちしております。結構この中で結構ちょっと自分の中で注目だったのが、このゴルフレーシングの T37KCR、 ちょっとキャップもちょっとなんかおしゃれになったような感じがしますね、皆さん。そうですね、新仕様という形で、T37KCR のプログレッシブモデルになっております。なんかT37 っていうよりもちょっとなんか落ち着いた感じで大人っぽくつけれるような、ね、そうですね、感じですね。はい、次の新作ですね、ボルクレーシング T37SB ツアラー SR ですね。これ平野さん、新色ですね。なんか色合いがかっこいいですよね。そうですね、なんかこれも T37 感も出て、またハイエースとかもやっぱ結構いいサイズありますよね。まあ、ハイエースユーザーさんから非常に ご好評いただいております。そうですよね。はい、いや今までね、T37 だったらちょっと光沢のないのとか結構多かったけど、これまた新しい新色で結構斬新でいいと思いますね。で、サイズも、17インチの、キャラバン用から、まあ、18インチのハイエース、ちょっとワイドなサイズもありますよね。結構単造系でやっぱハイエース見つけたりしたら、またちょっとおしゃれな感じでいいと思うんで、こちらもぜひ注目の一品になっております。はい、こちらですね、プラド用のラインナップちょっと展示しております。で、この中でちょっと新商品ですね、ベルサシリーズ、こちらの VV21SX、 これちょっと今までその VV21 のシリーズで普通車用、要は通常の5の114、100の5欠の、サイズラインナップがあったんですけど、今回のプラド用、これ平野さんいいね、かっこいいですね。これで、はい、ホワイトレターでがっつりやるっていうイメージじゃなくてですね、ちょっとおしゃれにちょっとホイールを変えてみようかなっていうお客さんに結構おすすめですよね。このベルサシリーズのちょっとこういうふうにちょっと並べたりとかしてますので、ぜひ見に来てください。はい、それではレースフェア11月3日から4日間開催しておりますので、ぜひご来店の方お待ちしております。